おはようございますこのカーボンのシートポストを、えー、こっちでねカットしようとしたらみやびさんにあのこっちじゃダメですよっていうことで教わってですね切る前でよかったって思うんですけど、まあ、結論から言うとめんどくさいからもうこのまま使おうと思いますまあ、どうせねあの 20g とか、まあ、そんなもん 30g ぐらいしかあの。 軽くでできないのでまあちょっと長いと思うんですけど、まあ、これで使ってようかなって感じです一応ね金の子は持ってるんですけど、まあ、これで切れるのかどうなのか多分この刃もなんかカーボン用に取り替えないといけないだろうしあとあのバイスですかね万力も持ってないからダメだしあとこうこういうねのこのガイドが あると思うんですね。こう挟んで、その溝に入れてこう切るやつ。まあ、それも買ったりすると5000円ぐらいかかるんですね。で、これが3000円ぐらいだったのに、まあ、道具で5000円ぐらいかかりますからね。まあ、それならいいやっていうことで、あの、まあ、このまま使いたいと思います。みやびさんありがとうございました。またね、皆さんも、私も素人で、なんかいろんなことめちゃくちゃにやるんで、なんかあの、間違ってることとかあったら、 書き込み欄にお願いします。まあね、どんどんその整備とか覚えていきたいなって思ってるんで、皆さんに育てていただきたいなと思います。皆さんよろしくお願いします。